大喜利のコーナー。お題はこちら、カンブリア宮殿で放送事故何があった。カンブリア宮殿で放送事故何があった。じゃあ雪男さん、カンブリア宮殿の放送事故何があった。じゃん、村上春樹が間違えてきた。言うじゃなくて。いいですね。豪華じゃないですか。トルトル詐欺のね。行きましょう。トルトル詐欺の行きましょう。カンブリア宮殿で放送事故何やった。坂田渡る VS 鬼田敦司の電撃デスマッチ。いいですね。あ、でもそれは、でも逆にやるかもしれないですね。やらないですよ。やらないか。やらないか。じゃあ行きましょう。誰か行くか。誰か行くか。じゃあ行きましょう。豪君、カンブリア宮殿で放送事故何やった。小池栄子が放送の間、だんだんとカエルになっていく。いいですね。確かにね。テラフォーマーズも出てたしね。はい、じゃあ行きましょう。放送事故何があった。吉村先生が白作業してた。いいですよね、それもね。あの、出てきたら味噌掘ってね。味噌掘って。吉村さんだけに。吉村さんだけに。じゃあ他、はい、行きましょう。行わんといて、放送事故何があった。エビドリア宮殿なんて。それ面白いな。面白い。面白い。いいですよ。いいですよ。あったかいですよ。カンブリア宮殿で放送事故何やった。ちょいちょい全裸の人が映る。それは怖いですよね。見たいですね。昔の宮殿かもしれませんね。はい、行きましょう。カンブリア宮殿で放送事故何やった。売上高好調、大麻工場に潜入。絶対ダメだよ。絶対ダメだよ。沖縄じゃねえか。沖縄じゃねえよ。じゃあ行きましょう。サイボードの昔。はい、カンブリア宮殿で放送事故はエビドリア宮殿になったでした。さようなら。